次の海外移籍は彼でした。サンフレッチェ川村拓夢がオーストリアザルツブルクへの移籍を発表。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。先日日本代表クラスの次の海外移籍を佐野海舟選手とお伝えする動画を公開しましたが、一足お先にサンフレッチェ川村拓夢選手が海外移籍を発表したようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。サンフレッチェ広島は6月24日川村拓夢のオーストリア一部ザルツブルクへの完全移籍を発表した。川村は2018年に広島ユースからトップチームに昇格、翌年に愛媛 FC に期限付き移籍し22年に復帰。同年9月の清水戦で決めたロングシュートが J1 年間最優秀ゴール賞に選ばれるなど頭角を現し、今年1月の対戦で代表デビューを飾り初ゴールもマーク。今季はここまで J1 で14試合2得点を記録している。さらなる飛躍を期し、欧州に活躍の舞台を移す24歳ミッドフィルダーは広島の公式サイトを通じて以下の通りメッセージを発信した。この度 FC レッドブルザルツブルクへ移籍することになりました。このタイミングでチームを離れることに悩みましたが、サッカー選手として新しい挑戦をしたい自分の気持ちを尊重し、受け入れてくれたスキッペ監督をはじめクラブ、スタッフ、チームメイトには感謝しています。長文のため以下は略します。川村の新たなチャレンジに注目だ。このように報じています。川村拓夢選手ですが、今年8月で25歳になる選手。同世代の選手としては先日バイエルンミュンヘンへの移籍を決めた伊藤洋輝選手や、サンフレッチェ広島の同僚大迫圭介選手、さらにはドイツホルシュタインキールで来季のブンデス一部昇格を決めた町野修斗選手、同じくドイツ2部でプレーする奥貫幹事選手あたりとなるようです。この年齢での海外移籍となると今の日本人選手としては遅い方となりそうですが、先日のマイクマ選手同様、この年齢から言っても遅くないという成功事例になってほしいとも感じます。では次にこの件に対するネットの反応を見ていきましょう。頑張ってきてほしい。いつかまた成長して帰ってくる時にはぜひサンフレに戻ってきてもらいたいね。まずは海外でも皆が注目するぐらいの活躍をして A 代表に定着して、それでも帰ってくる気持ちがあればサプライズでサンフレに帰ってきてください。彼の武器であるオーバーラップは魅力だし、海外経験を積んで代表の主力になってほしい選手の一人です。かっこいい、頑張れ。彼は海外で活躍して広島に帰ってきてくれるはず。そうなんです、彼は外見だけでなく中身もイケメンなのです。チームメイトをナベパにでも招待してしっかりコミュニケーション取るんだよ。で、いくらで売れたの？サンフレッチェファンと思われる方の応援コメントが結構多いようですね。これで今夏の代表クラスの移籍決定は伊藤選手、マイクマ選手に続いて3人目。この後は佐野海舟選手が続く予定で、さらに驚きの酒井宏樹選手、オーストラリアリーグ移籍の情報も飛び交っていますよね。そして一人の選手にあんなにヒアウィーゴーが出るのかと思わせた鎌田大地選手のクリスタルパレス移籍の発表が7月上旬予定。今夏は欧州でユーロアメリカ大陸でコパアメリカが開かれており、本格的に移籍市場が活発化するのは両大会終了後の7月中旬頃からとなりそうですが、日本人選手にはさらなるステップアップ移籍を果たしてくれるよう期待したいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。